皆さん、こんにちは。今日は、ロシアによるウクライナの侵略戦争が、激化しておりますね、えー。人の国へ軍事侵略をしてですね、自分の思うようにしたいと、こういうロシアの思惑というか、全く、あれですね、正当性が感じられませんね。えー、今日は そのウクライナのことについて、ちょっとお話ししたいと思います。皆さんご存知のように、昭和の大横綱の大宝さん。ご存知ですよね。えー、幕内で32回優勝したという色白の大横綱ですが、この大宝さんのお父さんはウクライナ人だったんです。今日は、 その辺のお話をちょっとしたいと思います。えー、ウクライナとロシアの関係をちょっと振り返ってみたいと思うんですが、これはもう、今回、えー、ロシアとウクライナでさかいが起きている、それだけでなく歴史的にはですね、まず19世紀ですね、えー、1800年代。 ロシアの、まあ、ロマノフ王朝の頃ですね、えー、東のアジアの方へ進出したいということで、ウラジオストックを建設するためにですね、ウクライナの農民が約6万人が強制移住させられている。またその1917年にロシア革命が起きたんですが、 その時に、ウクライナで、そのロシア革命の共産革命を反対人たちを強制的にシベリア送りして、それと、第二次世界大戦後ですね、ウクライナはロシアから独立しようとしてですね、その時も、その独立を食わててた連中をですね、シベリア送りしてるんです。 それで現在、シベリアに住む住民の半分ぐらいは、ロシアによって強制的に移住させられたウクライナ人じゃないのかと言われているほど、ロシアとウクライナの関係は、ロシアはもうかなりの昔から、ウクライナに弾圧をかけ続けてきているということですね。で、これは、えー、 ウクライナだけじゃないんです。ロシアはですね、歴史的にポーランダとかフィンランドとかバルト三国とか、まああの自分の土地でつながったところをですね、やはりその不法侵略をして武力でもって、そして自分たちの共産主義を広げようとして、それに反対人、 たちをそのシベリアをルケ地として送り込んできているという歴史のある国なんですねですから今回のウクライナの侵略ということを単に現在21世紀に起きた事件として捉えるのでなく18世紀からもう何世紀にもわたってロシアはそのような 到底理解のできない国際法上許されないようなことを武力、軍事力でやってきた国だということを認識する必要がありますね。日本の北方領土についても同じですよね。日本が第二次世界大戦で敗戦した後、終戦後に来たわけですから。いやー、これはもうね、信じられないことですが、 ロシアの本性を今回見たという感じですね。さあ、ちょっと、相撲の大鵬さんに戻りましょう。大鵬さんのお父さんは、そんなようないくつかのいきで、ウクライナからロシアに住み着き、そして、そこで日本女性と知り合って生まれた子供なんです。まだ、えー、カラフトは日本領だった頃、そのカラフ太で生まれました。 そして日本が敗戦したわけで、えー、日本に戻ろうということで引き上げ船に乗りました。ところが船が結構揺れてですね、お母さんが体調を崩して最終目的地へ行く前、その船から降りたんです。体調が悪いがために。そして船が出航したその後、 その引き上げ船は、ロシアの潜水艦によって撃沈され、全員死亡をしたのです。そういう意味で、お母さんが体調を崩して、早く降りた結果、お父さんもお母さんも大砲さんも助かった。という過去の歴史があるんです、えー。大砲さんの子供の頃は細身でですね、 生活は非常に極貧生活で困ったそうですよ。それで、まあ、えー、あるきっかけで関取になってですね、なんと幕内で最高優勝32回っていう、輝かしい昭和の大横綱、あの柏戸とですね、一相撲時代を築いた人ですね。そして、大鵬さんは偉大な歴史を持ってるんです。 どういう歴史かというと、入幕して二場所で横綱になった。横綱と。これは、ああ、相撲界で現在まで破られておりません。大宝だけですね。で、大宝さんは、やはりすごい守豪で、えー、まあ、現役の頃は、一日18リットルの酒を飲むなんていう、信じられないような、 まあ、酒の利用だったらしいですが、そのようなことがやはり、高、えー、年になってこら体を壊す原因で、まあ、脳卒中になったりしてますね。で、えー、相撲界の英雄の王貞治さんは、えー、この太王さんと同じ年で、えー、進行を重ねていたそうです。現在、大相撲に王鵬さんという、えー、関取が、えー、幕内に上がってきましたが、 この王鵬さんは、大鵬の三女と昔の高藤力の間に生まれた子供で、現在幕内に入って、大鵬の孫が幕内で相撲を取っているということでございます。今日はこんなことで失礼いたします。